それでは今から人工知能という言葉を聞いたことがある方は機械学習ディープラーニングこれら3つの言葉ももちろん聞いたことあるのではないでしょうか。 これら3つの単語の違いをしっかりと押さえておくことに関しては非常にこの後のステップで非常に重要となってきています。なので今からこの3つの違いについてお伝えしていきたいと思います。まずは一番の大枠、一番大きな概念となっている言葉というのが皆さんお分かりかと思いますが人工知能となります。 人工知能ということで、アーティフィシャルインテリジェンスの略ですね。AI です。まあ、人工知能が始まった時というのは、それこそその名の通り人工知能なので、まあ、人間と同じような能力を持った、脳を持った、知能を持ったものを機械で何か実装できないかというのが始まりでした。 で、人工知能ということで、そのメインの機能の部分、仕組みの部分というのは、この次お伝えする機械学習というのが担っているんですけれども、まあ実際にはそれだけではなくて、人間の勘とか経験、まあそういったものをプログラムに組み込んだものというのも、いわゆる人工知能と呼ばれています。ただ今回はそちらにフォーカスするのではなくて、この人工知能の中でも、 機械学習というものについてフォーカスしていきたいと思います機械学習マシン・ラーニングということで ML というふうにも表記しますで人工知能の中の、まあ、仕組みの部分を担当しているのが機械学習というふうにお伝えしましたがこの機械学習というのはその係数に応じてそれぞれ使う手法というのが異なります 機械学習というふうに一人区分にできるわけではなくて、実際には画像を見分けるような機械学習、まあ、手法であったりとか、数値を予測するようなもの、まあ、単純にカテゴリー分けをするようなものというふうに、いろいろあるわけなんですよね。そのいろいろある手法の中のうちの一つの手法がディープラーニングにあたります。 ディープラーニング略して DL というふうに表記する場合もありますし、ディープニューラルネットワークということで、このディープラーニングの元となったニューラルネットワークという手法があり、こちらから取ってディープニューラルネットワーク、DNN というふうに表記もします。 これらの3つの違い、イメージ湧きましたでしょうか一番大きな、ふわっとした、まあ、広い定義ですね。それこそいろんな人が人工知能って言っていますが、すごく様々な意味を持っているのが、この人工知能。その中の仕組みを担当しているのが機械学習。機械学習はいくつか手法ありますが、その中でも1つの手法を示しているのがディープラーニングとなっております。こちらの3つの枠組み、大丈夫でしょうかもう少し人工知能について詳しく見ていきたいと思います。 それではもう少し詳しく見ていきましょう人工知能ということで人間をイメージした図を描きました頭があって胴体があるような形です、まあ、人間には実際には目耳口といったものもあるので、まあ、そういったものを描きつつまたこれらをイメージしやすくするための一旦箱をですね描いていきたいと思いますはい準備ができましたまずですね基本的に 人工知能というのはデータを必要とします。まあ、それこそ画像であったりとか、まあ、様々なものを用意してあげる必要がありますが、人間に例えて考えてみましょう。まあ、今チラッとお伝えしましたが、まず人間から見て目から入ってくる情報というのは一体何でしょうかそうですね。画像です。では、耳から入ってくる情報。 これは一体何でしょうかそうです。音声ですね。音声に関連する内容として、音声というのは、いわゆる音って波形で表されるので、この波形ということで、もう少し講義の意味で、ここは時系列データということで扱っていきます。それこそ株価のデータであったりとか、まあ、日にちあたりの天気の気温、 ですね、気温の温度変化、まあ、そういったものも時系列データにあたり、まあ、それこそ耳も音波みの波形で表されているので時系列の一種ですでは口どういうデータが入ってくるでしょうかこれは味を意味するものではなくて言葉ですね言葉を意味するデータどういったものがあるでしょうかはいそうですねいわゆるテキストデータテキストデータ が、ここに入りますが、このテキストデータとお伝えしても、実際にこの業界、まあ機械学習とか学んでいる人は、このテキストという言葉ではなくて、実際には自然言語という言葉を用います。それこそテキストを処理していくことを自然言語処理とかって言ったりします。で、これらの画像、 音声自然言語というデータをでどうやって機械学習が扱っていくか、機械学習で扱っていくかというと、ひとまずですね、この画像音声自然言語というのを一旦あるものに変換しないといけないです。必ず。さて、それは一体何でしょうかはい、そうです。画像音声自然言語も全て機械で扱うためには 一旦数値に変換する必要があります。まあ、もっと詳しくお伝えすると、まあ、数学用語で言うと、ベクトル、まあ、数値が入った列、まあ、あれで表現しなければいけなかったりしますが、まず今回はですね、ひとまず数値に変換する必要があるよというところを押さえておいてください。で数値に変換した上で、ようやくメインとなる機械学習にデータを入れることができます。 で、この機械学習というのは、先ほどお伝えしたようにデータを入れるんですけれども、まあ、例えばですけれども、入れるデータとしてどういうものを入れるかというと、まあ、人間の顔が映っているような画像を入れたりします。まあ、この画像をよく、画像とかのそのインプットとなるデータを入力 X という風うに表現します。入力 X を入れました。 でそれに対して、まあ、実際に、例えばですけど今回、顔があるのかないのかっていう写真から判別する、分類するような問題設定だったとしたときに、顔がある写真を入れるのと同時に、これは顔がありますよ、ありませんよっていう答えとなる値も入れる必要があります。これを出力、求めたい部分の、まあ、出力 t と、 いう,ふうに表現します入力と出力を同時に入れてあげる必要があります。それこそ、まあ、画像としては、まあ、ここに顔があるような画像を入れて出力 t としては、まあ、これ顔がある写真ですよというのを入れてあげます。はい、で、まあ、実際に機械学習にかけてデータをたくさん入れて まあそれで、じゃあ実際に新しいデータが入ってきたときに、それには顔があるんですかないんですかという予測を行うわけです。で、先ほどお伝えしたように、この機械学習というものの中には、いろいろな手法があります。それこそ、シンプルなものでお伝えすると、重回帰分析であったり、サポートベクターマシーンと呼ばれるもので、訳して SVM というもの。 また、ディープラーニングのベースとなっているニューラーネットワーク。これらのように、まあ、様々な手法が機械学習の中にはあります。この顔のあるなしを見分けるようなタスク、まあ、こういったものを行うものはまた別の手法があったりということで、まあ、ひとくくりにはできないのが機械学習です。まあ、この機械学習といっても、 すごくブラックボックスなイメージがありますが実際裏っ顔というのは数学で成り立っているのは間違いないことですでこの数学というところで皆さん苦手な方もいるかもしれませんが、まあ、実際にどういった数学を学ぶ必要があるのかというところについて最後お伝えできればと思いますこの機械学習を学ぶ上で必要な数学というのは大きく分けて3つの分野に分かれていますまず1つ目です1つ目は微分積分です まあ、よくですね、高校の時に微分積分、いい気分だなんて言ったりしましたが、何もいい気分にならないですよね。こちらの微分積分。難しいので。はい。まあ、特にですね、この微分積分の中でも、どちらかというと、まあ、重要なのは、こちらの微分の方がより重要だったりします。まず、こちらを理解していないと、次に進むことができません。で、二つ目、微分積分の二つ目、線形台数です。線形台数が必要になります。 線形代数ということで、実際には、ベクトルとか行列と呼ばれるものが線形代数に当たります。まあ、これらもですね、まあ、実際には難しくはそこまでないんですけれども、いろいろと公式がありふれてたりする中で、まあ、どういうふうに学んでいくかというのをしっかり理解さえすれば、数学苦手な人でも理解できるかなと思っております。そして最後、三つ目。これが、平均や標準偏差、また、分散とかといった統計量を扱う。 分野で確率統計に当たりますはい。これら3つをベースとして機械学習というのは成り立っています。まあ、特に先ほどお伝えしたに微分、積分の中でも微分。で、線形代数はもちろん必要です。ただ、実際には、 確率統計というのは、まあもちろん必要な部分はあるんですけれども、確率統計の部分は、まあ簡単な手法の場合ですと、そこまで深く入らずとも、微分と線形代数だけでも理解することができたりします。なので、まあ皆さんが今後機械学習を学んでいきたいという場合は、 必ず学ぶべきは、この微分と線形代数。そして、まあ、次に確率統計。で、最後に線形分という形の順序で学んでいくのがいいかなと思っております、まあ。ということで、まずですね、ざっくりとした人工知能の概要ではありますが、まず概要を押さえた上で、次学ぶときにはその深いところで、どん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 ステップアップしてお伝えしていきたいと思いますので、一旦ですね、今回の講座、人工知能とは、は こちらで終了にしたいと思います皆さんお疲れ様でした今回の動画もご視聴いただきありがとうございます是非ですね高評価コメントお待ちしておりますのでどんどん記入していただけたらと思いますまたこちらからチャンネル登録できますのでチャンネル登録の方もよろしくお願いします